さあ、それでは今日のゲームハイライトでご覧いただきましょう。今日は TGC モデルのマギーさんが西武プリンスドームに来場して始球式を行いました。素敵な始球式を披露してくれました。そして始まったゲームは西武先発は菊池雄星、1回表です。2アウトランナー2塁としてバッター4番の畠山、これは体勢を崩してセンターフライに打ち取りました。一方のスワローズ先発は石川です。立ち上がりワンアウト三塁一塁という場面、バッター4番の中村剛也、甘く入ったボールをタイムリーヒット、まず先制点1点挙げます。今日は解説岡村孝之さんでお伝えしていますが、その後の5番のウェヒアすごかったですね。すごい当たりでしたね。このスリーラン、特大の一発で4対0とリードを広げます。こちら、マギーさんも大喜びというそんなメヒアの一発2回です。菊池雄星の方はこの序盤からまずストレート切れていましたが、三振も結構奪いましたね。そうですね。デニングも三振、順調にこのリードを保っていきます。4回にフォアボール2つでピンチ、唯一というとこの辺ですかね。そうですね。ただここもどうですか、ご覧になって。ストレートで抑えてるわけですから、相当な威力が続いてると思いますね。龍平、荒木を打ち取りました。さらに5回、この辺はもうデリングも三振、それから2アウト後9番の西浦と下位打線はもうあっさりと三振ですが、8番9番にはこの高めのボール球をもう簡単に振らせました。一方スワローズは2番手石山太一が石川から代わって、頑張っていこうというところだったんですが、2アウト2、3塁でメヒアがタイムリーヒット、この2点タイムリーでライオンズが6対0とリードを広げました。結果的にこの2点が非常に大きかったですね。そうでしたね、そして6回です。2アウトなしから3番川端、これは大ファール。この時気の早いファンはもうノーヒットノーランちょっと気になる頃ではあったんですが、一瞬ヒヤッとしましたが、その後は空振り三振とノーヒット継続の菊中生。そして7回です。この4番畠山、このインサイドボールで見逃し三振、ここでノーヒットノーラン今日あるかなと本人は思ったという菊中生。 その後もしっかりと荒木を三振など7回もピシャッと抑えました。そして迎えた8回でした。コーナーとも球場全体もノーヒットノーランを達成をというような、ムードに徐々に詰まり始めましたが、ただ代打の田中秀康、この8回先頭コンパクトにセンター前、うまく打ってますよ、はい、なかなかそう簡単に打てるボールじゃないですよね、スライダーをうまく運んできました。でここでスパッと田辺監督はもう交代を告げました。140球投げてましたからね。そうですね。ただバスケスがピンチを作ってしまいます。二塁三塁、そしてこれも内野安打。確かに不運な値というか、際どい値とかが多かったといえば多かったんですが、スワローズの方が反撃開始という形でタイムリー内野安打だと、山田もタイムリー内野安打だと、川端も2点タイムリーヒット、6対3とされます。さらに2アウト3塁1塁、3人目竹熊も投げさせます。そして5番雄平、これも打たせてはいましたがいいところに飛んできました。そうですね。これで6対4、2点差。もうたまらずその後はね、増田も投入してなんとか食い止めました。そして最後は2点リードで高橋智美、3人でピシャッと抑える、ここはさすがの火消しでありました。今季18セーブ目をしっかりと高橋を上げまして、中世は自身3連勝、これで3勝2敗としています。ライオンズもこれで3年ぶり交流戦勝ち越しとなりました。